鈴木健太郎は、日本のフィギュアスケート選手。パートナーは、森衣もぶ西村勝ら、あがたしずる。福岡県福岡市出身。大母子高等学校卒業。明治大学法学部卒業。2013年全日本選手権3位。福岡県福岡市出身。大母子高等学校、明治大学法学部卒業。両親は、 カルガリーオリンピックアイスダンス日本代表の鈴木、ひろゆきと田中智子。両親がフィギュアスケート選手であった影響により、小学生の時にスケートを始める。2008から09シーズン、全日本ジュニア選手権の男子シングル競技に初めて出場し28位、翌年の同選手権では20位となる。2013から14シーズンの東京選手権を、 最後にアイスダンスに転向。あがたしずるとカップルを組み同年の全日本ジュニア選手権で優勝。初出場となった全日本選手権で3位入賞を果たす。2014から15シーズン、西村勝ツとカップルを組み直し挑んだ全日本選手権では4位に終わる。同選手権で3位に入っていた村本なり中、野口博和組がユニバーシアード出場を辞退したため、急遽、 出場が決まる。初の国際大会となったユニバーシアードでは12位となる。2015から16シーズン、森コロモブキとカップルを組み全日本選手権に出場し、銅メダルを獲得。2016から17シーズン、LP インターナショナルで13位となる。詳細詳細アイスダンス2017札幌時、アジア大会公式 HP の選手情報より、 ルーキー特集、鈴木健太郎、明大スポーツ新聞部、2020年7月18日閲覧、第27回ユニバーシアード冬季競技大会、ありがとうございます。